はい、皆さんこんにちは、レイです。スーパーヒーローの着地からのスッと見るやつやってみたかったんでやってみました。この動画とは何ら関係ございません。今日はですね、ヤマハのトリッカーで遊んでいこうと思います。本当だったらですね、オガクに頼んでなんかウィリーとかストッピーとか教わるのが最適なバイクだと思うんですが、そんな根性もスキルもございませんので、これで楽しくお散歩に行ってみようと思います。最後までご覧になってください。でさあ、このトリッカーってどんな服でこれ乗ればいいのかな。まずね、靴から決めちゃおうかなって思うんですけど、ヘルメットはまあオフロードメットで行こうと思うんですよ。アライの V クロス4で行こうと思うんですけど、ちょっと靴ね、ちょっと何パターンか見てみよう。まずこんなんどうでしょう。はい、スーパーモトスタイル。まあこうやってね、テック10を組み合わせてみるっていうことで、だいぶなんかこうね、レーシーというか競技な感じ出ますか。まあただこれで街乗りするのはちょっときついから、もうちょっと楽なやつ行こうか。じゃあ次、はい、今度はですね、モタードからもうちょっとですね、オンロードな感じに寄せてみました。あ、なんか靴が汚れてる。あ、これ虫にぶつかったんだな。あ、クソ、磨いてなかった。これスーパーテック R。 まあこうするとこの靴柔らかいから、これ全然歩くのも余裕だし、この手もあるんだけども、なんかちょっと本気な匂いが出すぎちゃってもなんか違うじゃん。もうちょっと楽に乗りたいよね。よし、次の靴行こう。まあ、こうやってフローシューズにすると、まあ、急にこのね、なんかポップな感じ出てくるけど、ちょっとこれバイク乗り感出ちゃうじゃん。バイク乗り感じゃない感じで行ってみる。 OK、 次となるとね、僕のお気に入りのナイキのエアフォースさん、こうするとちょっとファッションな感じ出てくるよね。だけどこの靴汚れちゃうんだよな、どうしようかなという感じで、このバイクってどんな格好で乗って何したらいいのかが試されるバイクですね。これトリッカーが見た目が好きで乗ってる人たちって、その後の生活でどうやって使ってるんだろうね、このバイク。なんか何でもできそうすぎちゃって何したらいいかわからないっていう、なんか大人になっておっさんになって想像力がちょっとこう乏しくなってきてるところ、なんかね、叩かれるかのような、結構これね、試されるバイクですね、このトリッカーというのは。まあ何もともあれ、これまずね、散歩しよう。
けでトリカー乗ってきました。楽しかった。なんだろうね、この究極的に自由な感じ。バイクがここまで細くてちっこいのって他で乗ったことあったっけな、どうだっけなって思いながら迷いながら乗ってたんですけど、もうなんかタンクがないに等しいぐらい、もう足が普通だとこんな開くところがもうこんななんですよ。なんなら内股なんじゃないかってぐらいもう細くて、でもう重心も結構高い位置にあるような感じはするんですけど、それでもパタンパンだと寝る過程でブロックタイヤだし、結構なんかカクカクカクって倒れるかなと思ったらそれほどでもなくて、だこのタイヤの形状で言うと、まあラウンドしてる普通のタイヤとそんなに遜色ないような、なんかこう寝とって寝かせることもできたし、ある意味では僕はセローよりもトリッカーの方がなんなら乗りやすいって感じるぐらい、いやこれいいバイクですね。これでなんかね、スペックで言うとまあ走らないんですよ。全然前に出ないんですよ。全然よくねっていう感じの、だからこれでそのあぜ道とかちょっとしたなんかそのダートっぽいところ、林道っぽいところに入っていこうかなって思ってたんですけど、なんかそこに至るまでの散歩のアスファルトの区間ですら楽しく乗れちゃって、でもうねずっとよそ見ですよね。ずっと景色見てるような感じで、あらかじめなんかもうそのスピードを出さないって決めてたわけじゃないのに、結果スピードを出したい気持ちに全くならないっていうのが、これすごくいいところだなと思って、これ系のバイク、まあこれを乗ってて、やっぱドゥカティにスクランブラー欲しいな、ドゥカティのスクランブラーどうしても乗りたいなってやっぱり思っちゃったんですけど、スクランブラーがオフ車って言ってるわけじゃないんですけど、やっぱりその圧倒的な軽さと自由度とほどほどなパワーっていうところで、ただやっぱりスクランブラー 400cc もあるし 800cc もあるし 1100cc もあるし、そんなにいらないんだよな。だけど250乗ると足りないって文句言うのかなと思ったら、僕はこれベスパの延長上の生き物というような感じで、そんなにそこにですね危機感を感じることなく、あのスピード出さないって決めたわけじゃないのに、出さないでいいとも考えずに、なんかスッとものすごい低速区域でゆっくりとお散歩するっていうのは本当ね、まさにお散歩ですね、がすごいしやすかったです。最近はね、なんかあのこういう状況ですから、あんまりそのね遠出とかちょっとしにくいなところもあって、お散歩を楽しんでるんですけど、ここ最近お散歩したバイクの中では、まあ XSR700 もすごくいいんですけど、こいつ抜群にいいですね。でそんなわけでですね、ちょっと甘いもの食べたくなってこれ買ってきました。皆さんこれご存知ですか。これいちごが美味しい白クマラクトアイス、これ買ってまいりました。買ってきたのはいいんですけど、これ300円もするんですね。高くてびっくりしました。まあただこれさぞや美味しいことでしょう。ということで僕ちょっとデザートいただきますね。アイスっていいよね。アイスっていいよな。なんだろう、何歳になっても美味しいし、で最近ようやく暖かくなってきましたから、やっとアイスが食べられる季節になってきたという感じですよね。よいしょ、これ結構な量入ってるんですよね。こんなやつ、これどこまでアップで取れるかな。めっちゃ美味しそうじゃないですこれ。なんかねバイクでコンビニ行くだけでも十分僕はアドベンチャー感ありましたよ。いただきます。酸味、強烈なる酸味、あーいちごの甘み、うまい。なんか塊があった。これ氷？あ、凍ったいちごだこれ。おいしい。皆さんもちょっとバイクでお散歩があったらコンビニ行ってこういうの買ってくるだけでもう今楽しいと思いますよ。なんか十分なリフレッシュにもなるし、やっぱりどんだけゆっくりとはやっぱ体こうやって動かしてますからね。体動かすことでちょっとこう発想の転換もできるから、ちょっとした仕事の合間にリモートワークで家にいて10分15分30分とか短い時間でもいいから、やっぱそこでパッとバイク乗るっていいんじゃないですかね。おいしいこれ。そして数日後のことである、トリッカーとですねお別れしてちょっと日付が経ったんですけども、今になって悔しく思うのがですね、やっぱりその自由な発想なバイクなだけにどれだけ遊ぶかってところが肝だったんだなってやっぱりこう思い返してちょっとこう悔しく思うんですよね。トリッカーって
多分いろんな遊び方ができるんですけど、まあ、僕のこのオタク視点からで言うと、何らかバイクのテクニックを練習するバイクとして、あれだけまあその細くて薄っぺらくて軽くてだけど 250cc のエンジンを積んでて、車体が小さい時にトルクがふんだんにあって、そのトルクの分厚さを生かしたなんか遊び方っていうのをもっとこう思いつけるような、あるいはその練習する場所なのか行く先なのか、もちろん普段のスニーカーとしては最高なんだけど、なんだかちょっと別の遊びをするような環境づくりってことを、もっとなんか本来してあげた方がもっと生きるバイクだったんじゃないかなというところね、悔しく思うところがあって、だからまたこう借りてきて乗ることができたのであれば、そうですね、信号待ちのたびにスタンディングスティールじゃないですけどね、あのなんかそういう普段の例えば R1 ここにありますけどとか、なんかその大きいバイクじゃできない遊びっていうのをやる専用のバイクとして、あれに変わるものってもう本当になんだもうトライアルマシンとか特殊なものしかないんじゃないかななんていうふうにふと思って、だからなんかトリカー持ってる人が羨ましいなっていうふうに思うようになりましたね。最近あのたまたまあの25とか03とかその辺のヤマハの小排気量のバイクもあの仕事で乗ってるんですけど、やっぱねネイキッドのサイズ感とか普通の厚さのある大きさのあるタンクに乗ってやっぱり大きなバイクって感じがしてきちゃうんですよね。だから小さいバイクってやっぱそのね自分の体の中に収まってくれる感じがして、例えばなんかペンで手をなんかね手でペン持ってこう文字書くときに、このペンってわずか数十グラムしかないと思うんですよね、日常的に使ってる勉強とか仕事で使うペンって。それが仮に1キロとか2キロとか言わない1.5リッター2リッターのペットボトルをそのままペンとして使おうと思ったらものすごく重くてしにくいじゃないですか。みたいにバイクが小さくて軽いっていうのはもう一つそれだけでも究極の性能なんだななんて思って、僕あの大きいバイクあの嫌いじゃないというかむしろ好きなんですね。そのなんかどっしり走るし座りがあるしもう好きなんですけど、軽いバイクいいなっていう思った後日の話でした。